はいお疲れ様です本道ですす今回のお話なんですけど札幌市のね熊の騒動これすごいやばい状況になっていてまあその地元の人たちとか騒然としている状況になるんですよね。でまあその熊についてね、えー、まあ、今は捕まったんですけどどういう被害が出たりとかどういう状況だったのかっていうのがね普通に住宅地出てるんでまあそういったお話をしていこうかなと。 思いますままあまさにニュースって感じですよね。で、それとね、時を同,同じくしてですね、なんか全裸の男の、あのー、不審者が現れてると、全裸にマスクだけしてる。 おっさんがいるというね話も出てるんで、まあその話もねしていこうかなと思います。え同じ場所なんですよね、札幌市で、えー、東区でそういった人が出てるんで、<laughs> はいということでまあ、えー、この記事、えー、まあ、ニュースを見ていこうかなと思います。元町のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はいまずこちら衝撃的な写真だと思うんですけど、こちらの方がツイートされてて子供の保育園の真ん前に出た熊。えー、子供は 車から見てギャン泣き東区とは聞いてていいたたけど死ぬかと思ったっていや、こんな写真よく撮れたよなって思うぐらい、いや、車の中でもすごい怖い、なんかもう多分走ってる途中ですよね、これ。ものすごい、あのー、躍動感があるんで、いや、これ置物かなっていうぐらい、めちゃめちゃでかいっすよね。いやー、この写真だけでもものすごい怖いのが伝わってきます。うん、元町だったら、ちょっとカメラ構えれないな、これ。本当に。 ちょっとね、えー、リツイートといいねしとくんで見ておいてください。はいでえーまあ、その時のね動画があるんですけど、これもかなりあの衝撃的というか、まあ、ニュースの動画なんであんまり全部流そうと思わないですけど、ちょっと見ていきましょう。こんな感じでね住宅地歩いてるんですよ。うん、<laughs> いや、すごい。いやもう普通にいるんですよ、こうやって住宅地に。いやー どうすんだろうなこれあの、まあ、実際に怪我人出ちゃってるんですけどもうひどいことにねあのどうしますこんなん出会ったら普通ちょっとほんと脳内がパニックに陥りますよねこんなのねでこのあとがすごいやばいんですけどここね自衛隊の敷地内らしいんですよ <laughs> 自,衛自衛隊の敷地内を無理やりご利用して入っていくんですよこのクマ え、これ、やばくないですかまあ、ここで多分ね、自衛隊の敷地内で確保されたわけじゃないんですけど、自衛隊撃ったりしちゃだめなのかなどうなんでしょうここで捕まらなかったのがよくわかんないですけど、とにかく自衛隊の中まで入っていくと。まあ、かなり、あのー、童毛というか、そういった気質の個体のクマだったんですよね。まあ、とにかく、いろいろ動き回ってたと。うん で他にも写真とか動画とかあるんですけど、こちらのツイッターの方はね、え札幌市東区のクマ、これは怖い。普通にグラウンド歩いてるということで、学校のグラウンドね、こんな感じで歩いてるんですよ、これ。ちょっと小さいかもしれないですけど、なんか猫じゃないですからね。<laughs> もうフェンスの半分ぐらいの高さぐらいある猫がいるみたいに見えますけど、ちょっとこれは怖すぎて、え、もう家から出れないよね。っていうか、こんな状況で学校、 コロナとかじゃなくて緊急事態で本当に学校閉鎖とかなるレベルだと思うんですけどね。うん、で、その東区の元町イオンかな規制,は規制線張ってる後、まあ、本当に町はずっと騒然となっているみたいで、こんな感じでもう警察とかもむちゃくちゃ取り締まってるし、まあ、多分人っ子もいないんですよね。ふ、まあ、普段どれぐらいいるかは分からないんですけど。うん すごい。本当にやばい状態みたいですね。こちらもリツイートといいねさせていただきます。で、まあ、それのね、の、え、ね、ー、まあ、具体的にどんな被害があったかっていうのあね、あの記事あったんで見ようと思うんですけど、石狩川沿いに、えー、熊出没、札幌市北区では過去に目撃の記録なし、どこからやってきた北海道ということで、なんとね、まあ、過去に歴史上ないんですよね。うん まあそこら辺の話、あまあ、先にしようかな、えーと、地図があるんですけど、こちらね、えー、札幌市の地図、Google、まあ、マップなんですけど、ここ、今、赤線で囲っているのが北区らしいんですね。で、この北区で、えー、発見されて、最終的に東区っていう、ここら辺、えー、ここら辺で、えー、最終的にね捕まるわけなんですけど、まあ、普通、ここら辺じゃ見,見ることがないと、クマをね。うん でえー、札幌市というか、熊、まあ、が出るイメージがあるのが、南区っていって、ここら辺こうもうほと、ほぼ山みたいなところと、ちょっとこう、町の部分と合わさった南区ってところがこんな感じであるんですけど、まあ、そこで熊が目撃されたりとかするイメージらしいんですよね。えー、それはあのー、地元の方とかのツイッターとかで、えー、書いてたんですけど、でここら辺、手稲、ね、山,山っていうのがあって、ですね、まあ、そこから下ってきて、えー、来ると。 いうのがまあ普通のイメージらしいんですよ、ここら辺の地元の。で、北区、東区に出るってどういうことっていう、あの地元民でも本当にわけわかんない状態で、パニック状態の騒、えー、然してとなっているお話らしいんですよ、うん。こっちから来たんじゃねとかあのー、いう話もあるんですけどね。うん いやでも山的にはこっちらしいです。はい、だからこそ、まあ、かなりパニックで怪我人とかも出てるみたいなんですよね。で、えー、歴史的にも記録がないという話なんですよ。はい、で、えー、札幌市北区で先月末に、えー、熊が目撃され、市など警戒を続けています。北区での目撃は過去に記録がないということです。えー、札幌市北区の、えー、バラ島川緑地です。 国道から入ってすすぐの場所にあります自然豊かな公園で地域の人の憩いの場なんですがクマが出没したため現在は閉鎖されていますとそういったキャスターが、ね、報道されているんですけど先月29日北区篠路町卓木の石狩川沿いを歩いていた人がクマを見たと警察に通報しました、えー、札幌市によりますとクマは体長1メートルから1 5メートルの若いクマと見られます 札幌市で記録が残る2002年以降、北区での目撃というのは初めてになります。なんとも珍しい熊の目撃情報に住民はと、それは怖いですね。山がないからどっから来たのかな。30年住んでるけど初めてですね。学生からメールが来た。ヒグマが出たので注意してくださいと、と <laughs> 注意っていうかもう通えないけどね、こんな映像とか出てたら。で、えー、その後、今月1日と3日にも、バラト川緑地。 クマ、えー、の糞が見つかっていますとで、石狩や東別町では過去の出没情報があって、クマが泳いでやってきたと考えていると、クマは、えー、額面奥、えー、東別方面から数百メートルあるこの石狩川を泳いで、えー、札幌側へやってきたと見られています。 えー、隣の、えー、東別町でも1日と2日にクマの足跡が相次いで見つかりました直線で結ぶと6キロほどの距離で北区と東別町と現れたのは同じクマと見られています札幌市はクマを引きつけないよう,う生ごみや収集日の朝に出す家庭菜園を早めに収穫するなどの注意を呼びかけていますということです そしてですね先ほど、当別町っていう話出てたんですがえ、それがここなんですよね。なので、あのー、この奥から来た可能性もあるよねって元々さ、本光先ほどお話ししたんですけど、まあ、そういう可能性がで考えられていると、だから北区、うん、札幌の、えー、北区、ここら辺から、えー、出没して東区に行ったよっていう話になってるみたいですね。うんまあ、やっぱりその ここの地元の人たちからするとあまり考えられない、えー、方向の考え方だというふうなイメージなんでしょうね。 そしてこちらの記事に移るんですけど札幌市街地に熊4人けがということで今日早朝札幌の市街、まあこれ18日なんで本当に今日ですね今日早朝札幌の市街地にヒグマが出没し4人が襲われけがをしました熊は地元の漁友会が駆除しました今日午前3時半頃札幌東区北、えー、31条東 19丁目路上付近で熊が歩いていると近隣の住民から通報がありましたその後午前6時前に70代の男性と80代の女性が襲われ軽傷を負いましたともうね怖すぎますよねえこれ軽傷で住んでるのが奇跡だと思うんですけどもどみつどうなんですかねこんなもんなんですかくマってちょっとこう怪我させてそのままねあの ね、もう息の根を止めるようなイメージがあるんですけど、まあ、軽傷で済んで本当良かったかなと思いますで午前7時ごろにも歩行中の40代の男性が襲われ重傷午前8時ごろには自衛隊の岡玉駐屯地で勤務中の40代男性自衛官が襲われ先ほどの映像ですよねで軽傷を負いましたいずれも命に別状はないということですで熊の目撃者は熊の目撃者は軽自動車くらいと 大げさかもしれないけど大きいという感じだったと話しましたまた通報した人は重傷を負った人は右肩から血が流れていて眼鏡とかもぐちゃぐちゃになっている状態で横たわっていたと語りました現地を取材した玉木記者は銃声ただいま11時11分です銃声が聞こえましたあ二2度目の銃声が聞こえました熊が撃たれたのでしょうかとリポート駆除後に現場で人が作業する会社や工場がある そのこの目の前のやぶ、えー、の中でクマは射殺されたということです、えー。そしてこちらのクマの血痕が残っていますと報告しました。クマは体長およそ1 6 0センチ1 3 8キロの5歳から6歳くらいのオスで、この後研究機関で調べられるということですと、ものすごいでかいですよね。いやこれ本当に いやまあしょうがないのかな、射殺っていうのはっていうところなんですけどで、東区役所によりますと、過去に熊らしきものの目撃情報が寄せられたことはありますが、実際に出没を確認したのは初めてですというふうな記事になってます。本当ね、えー、パニック状態だと思うんですけど、そんなことが起こっているさなかですね、なんと他にもツイッターで、あのなんだろうな、ものすごい盛り上がってた、盛り上がったって言葉悪くなっちゃうんですけど、すごくあの見られたのが、なんと、 えー、東区で全裸男が現れたぞっていうね <laughs> そんな、えー、情報が入ってきて、まあ、こちらの方なんですけど、まあ、ちょっとあんまりアップにすると YouTube 的に良くないかなと思うんでこのぐらいに小さくしておくんですけどこの方全裸で歩いていてでマスクをしてるみたいなんですよね、まあ、アップにすれば見れるんですけどちょっとリツイートしておくんで、まあ、見たい人はぜひ、えー、見てくださいでなんか、まあ、そういう方が現れちゃったと札幌市で、うん、北あ東区かな うん、現れたのは帰宅ですかね。で、えー、そしてですね、あのー、次、熊がね、先ほどの言,わ言ってた通りね、あのー、射殺されて捕まるんですけど、まあ、こんな感じでね、まあ、あんまりいい映像ではないと思うんですけど、まあ、とにかく一安心ということで、東区で猟友会の人がしとめるという感じになりました。そして、同じ東区で、えー、この、 マスクをして、全裸の男逮捕されるということで、まあ、この写真なんですけど、これはちょっとアップにしようかな。で、こんな感じで逮捕されてるという風になってるんですよ。これ警察に囲まれて。<laughs> 何やってんですかね。熊が出てるとかも言われてる中、どういう人だったのか、ちょっと不思議な人がいるもんだなと思います。うん。あのー、まあ、ちょっとリツイートとかしておくんですけど、とにかく、まあ、この、 全裸男さんに関しては笑える話かもしれないんですけどえクマに関しては本当、えー、危ない話でそしてね、あのー、これ実際駆除 するってしとめて、えー、射殺したわけなんですけどやっぱ射殺するとねそれはそれでいろいろな声が上がってるみたいで、まあ、滝沢ガラスさんがあのまとめてくれてるんですけどね秘宝熊を駆除した猟友会さん避難されるということでまず、あ、先に、ね、リツイートといいねしておこうと思うんですけど、まあ、こんな感じでまとめてくれてます、まあ、ちょっとだけ読もうかなと思うんですけど札幌の熊、えー、射殺しないでほしい、まあ、水中で森に返してほしかったともっとみつもね、まあ、できればそれがいいのかなとは思うんですけど うん、で東区の熊、えー、麻酔銃でダメだったのだろうかとかえ,え熊かわいそうすぎん麻酔銃でよかったやんパニック起こしてたし人間が切り開いて住む場所を奪っといて何で殺してんねんで他にも、えー、かわいそうなハラペコ熊マ麻酔銃でなんとか眠らせて森に返したれよ自分の子供だったらどう思うよ、えー、麻酔銃ないなら仕方ないけどさと待、ま、って わかるんですけどね、この気持ちはもちろん。うんまあ、できればそれを取りたいところですよね、その手段を。うん、ただ、まあ、他のツイートにもあったんですけど、うん、この方、年末太郎さんって方がね、えー、こんな画像を上げてくれてます。熊が出没する地域以外に住んでる人はクレームを入れないようにしましょうということで、まあ まあ100%これが正しいってわけではないみたいなんですけど、まあこういうふうな現状があるよという話ですね。麻酔獣の現実と麻酔獣の理想ということで、まあ、世の中の人が思ってる理想、麻酔獣の理想とはとか、えー、比べながらちょっと読んでいこうと思うんですけどね、4コマ漫画みたいにして、えー、書いてくれてるんで。 理想遠くから安全に狙って撃てる外してもすぐ連発で撃てる、まあ、そういうイメージですね確かに元々もそう思ってましたでも現実は射程距離は約10から1 5メートル連発はできないかなり過酷な状況みたいですよ10から1 5メートルだからクマなんかが襲ってきた一瞬で距離詰められるようなそんな状況だと麻水銃の場合で 次ですね命中すると一瞬で眠る、まあ、理想で言うと、えー、当たりさえしたらはい速攻で眠るんで安全だよっしゃらっきーって思うような、えー、話かもしれないんですけど、えー、現実は命中してから効果が出るまで時間がかかる動かなくなるまで1時間以上かかったケースもある当たりどころによっては、えー、効果が出ないことも麻酔の量が多いと死んでしまうこともある麻酔が切れて、えー、襲われるリスクもということで、まあ、本当にね、えー、当たった でもまだリスクだらけというそういう状況が、えー、現実みたいなんですよ。うん、で次の理想いきますね。理想、えー、殺傷力はないので誰でも撃てる麻酔銃。うん、あのー、ね、その資格とかいらないよっていう風にイメージ理想では思うんですけど麻酔銃は動物に薬を撃てる資格のある人基本的に獣医師しか撃つことができない。また、えー、動く熊を撃つ訓練をしたことのある獣医師は少なくと 少なく到着に時間かかかると、まあ、かなり貴重な存在麻酔銃を打てる人っていうのはらしいですね。で、えー、最後、えー、理想がメリットしかない理想で言うと麻酔銃で眠らせてね、でもう帰してあげよう、あのー、自然に帰してあげようっていうのはねメリットしかないように思えるんですけど、えー、実際現実では訴たれたことで熊が興奮し周辺の住民を危険にさらすリスクもあるということで、まあ、とにかく現実も 現実ではかなり、あのー、デメリットも多いというふうな話をねこうやって4コマ漫画みたいにして分かりやすくあ、えー、げてくれてます。うん、で、まあ、もともとちょっとネットで調べたりしたんですけどこれねなんか熊だからとか、まあ、他にも鹿とか、まあ、いろんな動物によってもいろんな考え方違ったりだとか、まあ、地域とかによっても違ったりとかなんかねこれ本当難しい話みたいなんですよね。 うん、あの一概に、じゃ誰が判断すんのとか、うんまあ、そこらへんは難しいところなのかなと思います、うん。で、この年末太郎さんが言ってることも100%合ってるわけでもないかもしれないですし、うんまあ、でも、なんとなく、この現実と理想がまあ違うんじゃないのかなっていうのはあの分かるんではないでしょうか。で、えーまあ、ただね、これだけ怪我を負わせてしまってる。 えー、住民に対して怪我を負わせてしまっているっていう現実状態とあとはねまあそういう荒い性格の個体だったのかもしれないですしまあそれはねちょっと申し訳ないですけどやはり射殺っていうのが一番、えー、ベストな方法だったんじゃないのかなと本光も思いますもちろんね麻酔銃で撃って、えー、捕まえて返してあげるのが一番ベストだと思います。 ベストが重なりましたね。それが良かったかも理想はそうかもしれないですけど、まあ今の現実的に考えたら、もうこれがね、えー、まともな一番いい方法だったのかもしれないっていうね、えー、そういう話になります。うん、いやー、なかなかね、そういう考えをしてくると、本当に難しいですよね。動物を殺すっていうのは。うん、まあとはいえ,、ね、え、これでまた被害が増えたりするのもまた困るしっていう、まあ、苦渋の選択だと。 思いますねはいなということで今回のお話は以上です皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います特にねこういった射殺、えー、まあ、水銃でちゃんと捕まえてあげるとかそこら辺の話、えー、コメント欄でお待ちしてます元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました